伊勢崎さん、伊勢崎さん、ドア壊すつもりか？伊勢崎さんですよね。用件わかると思うんです。わかんねえな。出てってくれってことなんですけど。あんた何よ。家主の代理です。代理って何よ。いや、こっちも頼まれてきたわけで。ちょっと中入れてもらえます？困るな。いや、ここじゃ話できないから。できないわけないでしょ。いや、言いたいことだけ言って帰ってくれよ。中です。あんたここに住む権利はない、出てってくれって、そういうことなんですよ、伊勢崎さん。吹けよ。家賃は毎月払ってる。いや、払われても困るわけ。契約はとっくに切れてるんだから。あんたお名前は？こんな電気もつかないボロアパートに居座ってもバカバカしいだけでしょ。立ち退き料を釣り上げようと魂胆だったら。お名前は？くたに。くたにってどういう字？そんなのどうでもいいでしょ。分かった。久谷さん、割とお優しい性格みたいだね。なんだお前。お前呼ばわりやめてよ。いや、あのねいや、いきなり手が出るとか、もっとヤバい方の人が来るかなって思ってたんだけど、意外と紳士的なんで驚いたわけ。なめんなよ、お前この野郎。なめんな。いってぇ。ドア壊すつもりか？いい女だったんだよ、初めて付き合った女。女優目指してたんだ。セックスすると人間から動物になっちゃう。動物になってみたい。それ本当に少女だったのか。あいつ酒は強かったな。いや、俺はもうその女とか嫌いだから女嫌いがピンク取れるんですか？なんだよ、よくモテんな。連れてっていい？ええよ、一緒に帰るよ。5年映画が撮れなかった。だけど撮ろうと思うなら借金でも何でもして撮れたはずだ。映画もごっこ、同棲もごっこ、お前ら全部ごっこなんだよ。最低。ちょ待って。あいつを幸せにできなかった。春されば、卯の花くたし我が恋し。どうしてんのかな。名前は翔子、桐岡翔子。桐岡翔子は死んだ。どうして？